夜8時半、小国川に到着しました。この日は9月28日で、外はうんと寒かったです。あれ、自分で買ってきたの？はい、買ってきました。このナレーションを入れているのは、納棺してから2週間が経過しました。この2週間は放心状態でいました。この日はうんと寒かったので、お湯割りにしました。夜は防寒着とこの毛布をかけて休んだんですが、夜目が覚めるぐらい寒かったです。朝になりました。朝は日が昇るのがだいぶ遅くなりました。6時過ぎでやっと明るくなってきてました。ここの左岸側の分流も7月中旬に来た時には水があったんですが、河川工事で埋められてしまいました。結構好きなポイントだったんですが、朝起きると知り合いの方がうなぎゅうを買ってきてくれてました。朝からうなぎゅう最高です。ちなみに今年初めてうなぎを食べました。朝一、前回あげた動画の思考の糸を作りました。みんなやっぱりこの時期はメスを選んでいます。最後にはメスがいなくなっていました。オスでかけてみたいと思います。ではさっき作った仕掛けでやってみたいと思います。目印もスルスル、今のところ大丈夫だな。オスからスタートしたんですが、結局あんまり変わりないみたいでした。とりあえず終盤のアユなので、こういうところを泳がせて釣っていきたいと思います。うおー、走る走る。ちょっともしこっちやったからな。早速かかりました。でかい、オスのでっかいアユだ。いい当たりだったな。色ついてる。まずはオスにオスがかかってきました。お腹の方は結構オレンジがかってます。とこの手前、なんだろう、こうやっぱりこの人いいかもしれない。2匹目もすぐにかかりました。メスだ。メス、いいメス、いいメス。一応メスアユは確保できました。いいメスだ。背をね、登ってくんだ。この人いいわ。あとは耐久性とあれだね、こうやって、あとは立てて少しおばせを作ると、もうこうやって登ってくもんね。糸が細くて、ここら辺もなんかいそうだな。終盤のこの時期になると、ある特定の場所がかかるっていうのはそうそうないような気がします。釣れても単発で、続いても一瞬で、多分群れが通った時にかかるんじゃないかなと思います。いいメス、若いメスだ。これは若いメス。
こうやって映像の音声を聞いてみると、結構メスかオスかでこだわって釣ってるようですね。心臓だからちょっと危ないぞ。釣れる釣れる。針はエアスピード4本。卵が出てきた。さっきのおとりから6.5 の4本。これは釣れる。実際泳ぎは確かに違うんですが、例えばオスだったら泳ぎすぎるぐらい泳いでしまうとか、メスだったら下ってしまうとか、そういう傾向はあるんですが、釣れ具合にもしかしたらそんなに差がないのかもしれません。これは口がかり、これは口がかりだ。わかんないですけど、気持ちの問題かもしれません。順調。これはオスだ。もうちょっと上流から。あっちの背に入れてみるわ。で、その背でも何本か取ったら終わりにするわ。あんまりオスメス関係ない感じがするな。なんとなくなんかこの複合の方が硬さがない感じだな、泳ぎに。いいメスのアユ釣れたって言いつつ、やっぱりメスが釣れるとオスを釣った時より釣れる気がするんですね。なんでかわかんないですけど、見た目が若く見えるからですかね。こういう背でもおばせを作って泳がせられる。あ、かかった。54円のパン。よし、ここの釣りスタート。おとりを出そうとした時、小指に針が引っかかることたまにあります。よし、かかった。だんだんヘチ折りにおとりを通していって、ヘチ折りでかかりました。メスのいいアユ。追い干しもまだくっきりあって、ヒレも真っ黄色です。今度はカメトバシ。やっぱ下がるな。群れに入って止まるまで待つしかないな。下がる下がる。さっきと同じところに行った。さっきかかったところに戻ってったな。今かかったよな。バレた、バレた。よし、行け。大きい。いいアユ。今度は
オス。こいつも若い。若い。この9月下旬になると、もう3時近くになってくると、だんだん日が落ちてくる様子です。ね、それと同時に気温と水温も下がってくるようで、3時を境にだんだん釣れなくなってきました。はい、当たるわ、ここ。鏡の左岸のヘチより、キラキラ鮎が通りかかる場所がありました。ここいっぱい当たる。はい、突然かかったわ。はい、オスだ。え、左利きなの？右利きです。はい、オス。うん、皮が硬いな。はい、もういた。あ、なんかくっついてるな。取れた。あ、なんかくっついてる。まだついてる。あの石の黒くなってるとこですね。あそこがキラキラするんです。たまに糸とかに当たるんですが、なかなかかからないですね。かからないね。最後の1尾をなんとかかけようとしています。よし、ダメだ、やめよう。天領15だな。